はい、と2020年7月27日ドラクエウォーク、本日は南の島の危ない果実イベントの進行状況どんなもんかということをご紹介いたしますということで、みんな結構あれじゃないですか、これってスイカ投げもう嫌だとか、早くイベント終わってくれとか、ポイント集めが鬼畜すぎるとか、ヘルコンまで出しやがってとか、スイカブーメランが取れんとか、まあいろいろね嘆きの声はあると思うんですけど、まあそこら辺をね代弁してじゃないですけど、私のね一応進行状況ね、まあ夏の戦士のドロップから、それからスイカの種の集める状況、まあそんなあたりまでざくっと強制系のドロップからね、累計ポイントからね一応一通りご紹介いたしますということで、はい、ということでまずは一番最初に実装されていた真夏の戦士のドロップ状況か、それから討伐、さらにポイントなんかご紹介いたしますということで、倒した数が415で、これが S4 体じゃないけど、次のフレームドックか、違うフレームドックかあたりが出てきて、確かポイント数的に足りんくなったもんで、もう向こうへ移ったんですよ。それでまたこっちへ戻ってきたんですね、確かポイントを貯めるために。でポイント一応こんな感じで、まあ累計も全部取りましたということで、だいたいレベル24をね、回復1人入れた3人オートみたいな構成でやってましたね、あのポイントだけのためにね。真夏の戦士は優勢進化ったです。心も別にこれ4つ集めるっていうより、4つ集まったから残しとるだけで、それ以上はもう全部売っ払ってます。あのドヤ顔とかそういう問題じゃなくて、いや本当にこれ別に集める価値はないし、ポイント的にもそんなね狙って美味しいっていうものがないもんで、ざっと見てても、まあジェムとかそんなんぐらいですよね、取っていくのはね。なんかすごいあれだね、あのアクセサリーのねいいのとかあるなら別ですけど、無理にはってとこだね、書ぐらいだよね、せいぜいね。心的にもそんな集めるあれじゃないですし、だから優先的にはやってないですね。どっちかいうとこの高難度に向けたテストで実践したいから倒しとるっていうような感じ。最終的に本当あれですね、フレームドックが終わってもうシャア内でポイントまあ取っとこうかなって戻ってきたぐらいですね、まあ、優先度は非常に低いです。あの私の中でもそうですし、世間的にも多分そうだと思いますよね。ということで次の強敵がフレームドックでして、これが820匹なんですけど、これ2体で1だから半分約400強ぐらいですね。これもやっぱり別に心を無理に4つ集めるってわけじゃなくて、これどっちかというとあれだね、累計ポイントのスイカブーメランを狙いたいんで、そのために倒したってことですね。これが前にも言った通りにレベル24で80回か、確か回復2枚構成でオートで、そうだね、そんでやってました。確か初日2日目となんとかシックハックして、この累計ポイントの150万、これが鬼畜なんですよね。このためだけにやってたんですね。これを終わったらもうレベル1に戻したかな、確か。それで溜まってたらラッキーぐらいの感じで。心ももう全く別に集めるとあれじゃないですね。だってこれ、補正含めていっても心で見ますか？これ、そこまで何？集めていくようなね、性能ってわけじゃないもんな。まあ、もちろん今後っていうのはありますけど、ちょっと待ってくださいね。心でいきましょうか。虹じゃない時の性能としてこんななんですもんね。補正込みでメラの補正がかかって、それでやっとキングスライムと同じぐらい、あの数値換算するとメラ特技と斬撃じゃないね、大義だけ足すと、で悪魔分のダメージが多いからキングスライムより若干強いけど回心はないよっていうところだから、使うシーンがなかなかあれだね、武器があれやっていう話ですけど、体力もそんなあるわけじゃないしな。だったら金スラと会心あるでいいんじゃねえかってことで、まあ、そんなに優先するってことじゃない、ね。あくまでこいつあれだね、スイカブーメランのためだけの布石ですよね。まあもう本当にようこんな鬼畜な条件にしたわな。それでまたまたあれだな、レベル下げても硬いしな。まあこれもあれですね、高難度用のテストでやってますけど、やりたくないね、あんまね。めんどくさいね、これはね。素直にね、ということで。ということで、おそらくまあ最後の多分強敵なんだろうね、一応は。ということで、最初から実装されてましたけど、ステルゲーナス方式のトロピカルドラゴン、もうメガモン並みのね、ドロップ低いね、極悪条件ということで、倒したのが245匹。これで一応 S4 まで行きました。というか、S4 になったら、もう倒すのやめました。めんどくさいんで。倒してもどっちみちこれドロップ D ばっか落ちるもんで、全然良くないもんで、ポイント稼ぎにもならんんですよ。で、このポイント消化するのもめんどくさいもんで、だからこうやって見ての通りにこれも8000のまんまですよ。ドヤ顔とかなんかね、そんな自慢げとかじゃなくて、いや、本当にそこまでしてやりたくない。ね、ポイント別にそんなすごいわけじゃないですよ。報酬とかでもね、いいっていうわけじゃないですね。で、一応 S は必要なんで、確かに集めましたけど、累計ポイントも取りましたけど、
シャドウのあの今回のねピックアップ武器か無知かあれがないとそこまで使うってことないな。私マヒアドしかないし、一応2体は必要だと思ったんですけど、これ使ってても実際高難度向けで何装備とかやっててもやっぱ耐性面が漏れんで辛いよな。ギラしか漏れんもんで、魔法で魔法戦士とか賢者で高難度きついんじゃねえかなーって。ベスキンとかキラマとか心で入れれんすもんね。ツムリンも入れれんし、ドラゴンスライム無理やり入れたら多分火力落ちるでしょう。でゴシパラじゃいけんもんで、そう考えると今回のあれだね、あのシャドムチしかないもんな。なんかそこまでしてやって、これトロピカルドラゴとかあいつヒイラギとか誰だった、名前でこん、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいよ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 、踊る宝石、あの体力多いやつ、あの辺りを作ってっても攻撃魔力できますか。これでいっても結局構成的にゾウマ抜いてね、外していっても体力が700とかいくわけじゃないんですよ。で耐性面も降りるわけじゃないんで、ちょっと高難度向けには辛いよなーって。で周回に使うにもトロピカルドラゴン行くんだったらヒイラギ入れるもんな。ヒイラギとかベンガル君行くから、まあ一応ね2体いるかなと思って取りましたけど微妙だね。ただドロップ条件がこれほっと悪いわ。実際にこれドロップね4体まで行ったのが200ちょっとぐらいかな。そんで少し倒しかけましたけど、もうなんかこれやっとってもあんま意味ないよなと思って、ポイントが別に入るわけないし、ジェムもらえるわけないしね、パーティー4人しかおらんので S が4つ以上あったって、逆にねドロップ率が悪いから D バック落ちたってポイントにもならんし、真珠のにも、じゃあもうやめた方がいいよなということで、まあねとりあえずねこれはもう全く倒してないですということで、ちょうどあれですね、見えとるところに出かかっとるのがこのキングスイカイワで、これが倒したのが38匹、あのイベントのボスも含めてです。これでドロップ状況は右のような状況で、これはねラッキーパンチでよかったのが S を2つ直ドロしたんですよ。それなんでもうそんなに焦ることないかなと。一応私目標 S2 体だったんですよ。 S1 体直ドロした時で A が1体ぐらいあったかな。だったら合成してやっていけば今のどこでもメガモンがあるから、それ含めて逆算していくとイベントのこのキングスイカイワので終わるまで1ヶ月ぐらいありますがね、それ含めは1日どうだろう、2回とか3回、今週はどこでもメガモンが3回できるから、それいくと多分100体ぐらい倒したらあと1体届くかなと思ってもうスルーしたんですよ。まあなんだけど、まあ目標の2体超えちゃったし、この A2 つも余らせとくもだし、さらに言うとこのどこでもメガモンありますが、これの回数のより討伐手形もらえますよね。これがちょっと待ってくださいよ、キングスイカイワでいくか、キングスイカイワあれどこだった、予定でありますね。これでいくと、これでタイムスケジュールありますが、1回2回3回、これが今週だから今27日だから30日まで3回倒せる。それで31日金曜日からですね、高難度終わった次の日か、それから1回ずつ、これが約1ヶ月ぐらい続く。そう考えると、あと討伐手形を残しとかなあかんですよ。というか倒すやつがおらんくなるとここしかないんですよ、もう集めるの。あと私ギガンデスか、ギガンデスの S をもう1体作りたいもんで、そうするとあんまり焦って多分何ね、今さっき見えとるとこみたいにこうやって行って倒しに行っちゃうとここにいますけど、逆に討伐手形を消化できなくなるもんね。あれ10枚しか持てんすかね。そうするときついよなと思って、ちょっと今調整しとるところです。うまーくなんかいけんかなって、わざと届くか届かんかぐらいにして、最後ちょっと届かんそうだったらまあまくってきゃいいかなって想像してますわね。ただそうやってやっとるとまたあれだわね、あのギガンデスみたいに急に打ち切られてね、あの出現回数が減るっていうところもあるから微妙なところですよね。倒すメガモンは残しときたいですね。討伐手形がどうしてもね、消化できなくなっちゃうもんで、まあ、そこら辺の贅沢な悩みはしてますけど、まあ、初日はドロップはなんか良かったと思う。 D とか少なかったですもん。初日2日目ぐらいは本当走りましたもん。なんとかね S1 体までいかんにしても A とかね、それぐらいまでって、まあ、あれってちょっと目の見えるぐらいまでは良かったような体感的には、まあ、最近は D 結構多くなりましたけど、まあ、それでもそこまで無理に集めなかんっていうような心ではないかなと思ってますよ。というのが性能的に言いますと、確かにね火力面でそれはキラマよりは若干ですよ、上っていうのはありますけど、まあこれ二次補正かかってないとこだから少し低く出ますけど、
二次補正かかるとか大体体力100ちょっとぐらいか。で攻撃が一応ねヒャドウやデインに換算していけば強くなるけど、これ高難度で向けていくと結局私も構成考えましたけど、いくらヒャドウでヤシャコンとか持っとってもあのキングスイカヤを選択しんかったですよ。多少ね若干のね10か20か分からないのね少ない数字のね攻撃力を取ってもキラマ入れてメラ耐性持ってく、そっちの方がよっぽどいいよなって。で身の守りとかも含めてもね微妙なとこなんですよね数字がね。そこまで入れるってことない。さらに黄色で言うとツムリンがおるもんで、ね、全属性耐性があるから、これはあれか高難度の話になっちゃうで、あんたあれだもんね話長くなっちゃうね。一応ねここら辺で考えたんですけど、普通にメガモンとかやって火力競争とかやる場合だったらまあキングス以外はデインもあるし選択肢として、だから黄色としてね2個持っとく。それからあれですよね、バトマスの二次枠ここに使うとか、レンジャーの二次枠にも使うってことができますよね、デインとシャドウに関しては。だけど純粋にこうやってやっていくと全属性のツムリの方がやっぱ上に取れますし、キラマと比較しても数値的にそれは確かにあれですよ、あの斬撃待機とかね合算して計算しては若干高くなりますけど、耐性面がね今回でいうとメラがない、それだけでも痛いですし、で体力が若干低いキングスイカイワの方が、で身の守りそんな変わらんだったらそこまで無理してるところですよね。ただ一個だけ強調したいのがジバリア耐性が怖いもんで2体持っときたいですよね。それだけだね。それが今後どういうのが実装されるか、ジバリアボスでできてねないときついってとこあるし、逆に言うとこれをね賢者とかにつけなあかんっていう状況もまあ一応想像して2体は確保してきておきたいかなとこですね。あんまりなんか実用性は低そうかなってところでね、うん、まあそんな感じですね。キングスイカは最初の評価ほどはそこまであれかなってところですね。ただ取っとかな怖さがあるっていうところで、ね、そこら辺の脅迫観念かられてね取るとこありますかね。はい、ということでこのね私一番ねあのねお前バカだろうと思われるかもしれないけどねハマっとるのがねこのスイカの種集めなんですよね。いや別に役に立つね防具じゃないんですけど、ここら辺のスイカ岩ハットとかありますが、ここら辺をね一生懸命全部4凸できんかなと集めとるんですよ。であのスライム T シャツ以外は一応4つずつ集まったんですよ。まあずらっといきますけど、これ頭から見ていくとこんな感じ。スイカ用ハット一応4つ集まって1凸2つか、これ4凸ぐらいいけんかなっていや本当に思ったんですよ。で真夏の戦士ハットがこんな感じ、4凸が1個できたか、一応4つ集まってますというところで、それでぐるっていくと一番見た目的にはこれあれかな、真夏の帽子が使いやすいんじゃないかな。これがもうすぐあれか、4凸4つぐらいできることか。あんたアホでしょ。これで、どんなモンスト ?48 周してますね。もうやっとることはひたすらあれですな。ツボ、要はスイカ割りですね。それで上着に行くと、ここがね、スライムがね、ほっとこなに排出悪いんですよね。これ、麦わらスライム T シャツ。これだけがね、2つなんですよ。逆に荒くのものなんかね、ようけですね。これがあれか。一つできるような状況になってきましたね。四つで二つ余っとるか、一つ二つある状況で、暇でしょう。これが私の一番メインのイベントですよ。いや、本当に。あの、スライムの麦わらをね、あと二つなんとか最低でもね。で、スイカ岩 T シャツがこれも四つか。これ逆に四凸なんか全部いけそうかなって。で、真夏の戦士 T シャツが、これもそうですね。四凸一個できて。これもまあ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 順調に順調にということで、何が順調にってお前は、ここら辺はもうほぼいけそうかな、4凸が、ボーダー T シャツは。これやっぱ一番排出いいですね。よう出るね、確かにね。うん、逆になんか外れみたいに思ってくるね。多分これ全部4凸今のペースでいくといけんじゃないですかね。本当にやっとることはひたすら壺割っとるだけですよ。これで下行きますと、上から行きますか、ずらっと。これがスイカ岩パンツ、これも一応そうだね。これもどうだろう、4凸4ついけんかな。こっちの排出あれなのかな、個人によって多分ばらつきはあると思うんですけど、麦わら出が悪いね、T シャツがね、あのスライム T シャツね。あれの下も欲しかったんですけどね、パンツもね。麦わらスライムパンツが欲しかったんですけど、それはないみたいで。で、真夏の戦士パンツも、これもそうだね、4凸どうだろう。4つくらい目指せるのかな。それして何になるってわけじゃないですかね、強い防具じゃないんでね。もう完全なあれだね、暇つぶしたよね。ね。で、真夏のパンツ、これもそうだね、4凸4つぐらい化粧ですかね。とまあそんな感じでねイベントやってきましたけど、どうですかね、こんな感じだね。ここがそうか、変わってないね、さっき撮ったスクショだから一緒ですね。こんな感じですね。まあイベント交換所は一応あれか、
まあ、これは全部終わっとるところか、うん、終わっとるところで、これはまあみんなあれじゃないですかね。でサントリーコラボがぼちぼちですかね。こんな感じかな。1日にどう3回ぐらい自販機触れる回数があるから、でさらにメガモン、私の近く行った時にメガモンの近くに自販機あるとこあるんですよ。でそこのメガモン行った時はあの自販機もちゃんと巡っていやいやいや、そうそんな風にしてなんとこんな感じに来たとこですかね。とまあそんな感じでね、今回の、ね、鬼畜イベント多分もうみんなあれじゃない、泣きが入っとるとこじゃない、こんなイベントやるなやめろってもうね多分ね、いや心の中で思ったのか口で叫んだのかですけど、もうやめてくれスイカ見たくねえって、確かに私もスイカ食べた時思いましたもんね。めんどくせえなこれ、この顔浮かびましたもん、これがこんな割ったらまた出てきて俺時間稼がれるんだなってことで、でも結論的に言うとこれやったことは強敵なんかは確かにね、オート構成のパーティーで集会したってありますけど、やっぱ一番のメインはもう壺割りだね。要はスイカ割りですね。もうこれの数だね、ひたすらね。もうそれしかないもんね、これね。まあ、あのポイント集めるのも。まあ、もちろん今だとね、トロピカルドラゴンのこのポイント、これ集めるのにここ、キングスイカ岩倒すともらえるっていうのもありますけど、遅えわな、出るのがな。いや、もうちょい早出ろよって。最初に楽させようとね。まあでも本当にようこの鬼畜イベント考えてやけど、まあ私なりに一応ね楽しんでね、あの地味にあれですよ、麦わらねスライム T シャツ集めてね楽しんでますということで、まあ、今後どうなっていくでしょうね、こうなんだって次のイベントどうですかね。まあでもあれだろうね、ちょっといい加減あのドラクエの趣旨からずれとるから、ここら辺の何壺割りとか何集めるおせちとかでもそうですけど、それよりやっぱあれだよね、敵倒してこの何交換所とか増やしていくとかね、ポイント貯めていくとかね、今回のね、スイカブーブランとかでそうですけど、例えばこういうね、敵とか倒してポイント貯めていったら、多分あれだよね、レベル上げがてらにやりがいにはなるでしょうね。だってみんな多分レベル上げねえんですよね。私だって一般的にほとんど倒してないですよ。今でこそもう全部これ何集まったもんで、ここのモンスターとバトルするオンにしてますけど、これ全部集まってない頃なんかずーっとこれこのまんまでしたよ。オフのまんま。ずーっと一般の敵なんかも全く倒さん。もうこんなんおったら邪魔邪魔邪魔って、これ割らせろ割らせろ割らせろって、倒すのはこれだけでいい、強敵だけでいいって、メガモンおったらそれ行くぞ、あ自販機あったら叩くみたいな感じで、あとまあねそんな感じでね、あのなんだかんだ鬼畜イベながらね、あの一応ね、一応というかかなりね楽しんで遊んでますということで、まあ、こんなねアンポンタンなねやからモールということで、まあ、こんな感じでとりあえず南の島の危ない果実イベントでイベント進行状況をご紹介いたしましたので、まあ、ちょっと特殊な部類じゃないかな、多分普通の人よりはおかしい部類だと思いますよ。うん、でまあね、費やしとる時間もあると思いますけど、暇と言われたらそれまでだけど。とまあそんな感じでね、イベントの進行状況をね、ご紹介いたしましたけど、あとあれだね、高難度をどんな構成にしていくかね、まあ私の中でね、ある程度ね、とるんですけど、ね、まあそこら辺のね、考えるのも面白いっていうことで、はい、ということで、そんな感じで、おりー。